どうも皆様、こんばんは、くんひろです。今日は力の解放の極意を使いこなしたいということで装備を一式組んできました。スキル小装備はこんな感じになっております。力の解放レベル7、体力増強3、超会心3、弱点特攻3、セールの加護3、彩花転覆3、回復速度、この辺おまけですね。そしてひるみ軽減技物、さらにシリーズスキルで力の解放の極意と快進撃属性が発動しております。レベル7にすると快進率が 50% だったところが 60% になり、さらにスタミナの軽減は 50% 変わらないんですが、効果が発動しやすくなると。これは回転率が良くなるんですけども、 HP が本来180くらったところで発動するものが160で発動しました。まあこれの違いがどれぐらい影響してくるかはちょっとわからないんですけども、実際使ってみましょう。そして力の解放自体は火力スキルではないので、超会心と彩花転覆プラス快進撃属性で火力を補う形にしました。この彩花転覆っていうのは属性やられや状態異常になった時にそれを解除すると発動するという感じですね。基本攻撃力がプラス18されて、属性値にプラス90、これ属性値まで乗ってくるので、かなり火力面では補えてるんじゃないかなと。そして力の解放が発動した場合、回心率が武器の元の回心率と合わせて 120% なので、弱点を殴ればとにかく回心が出まくると有効性になっております。今日は実戦もつけていきたいんですけども、リオレウス君に相手になってもらいましょう。装着品はこんな感じで、通撃超会心、通撃体力、転覆体力、超会心、超会心加護、通撃体術、体力、ここもおまけですね、波竜入れてます。ということで一通り装備紹介も終わったことな、入れてた今、装備紹介も終わったことなので、実戦リオレウスで実践してみましょう。まあ、この装備の難点といったら、やっぱり力の解放、彩花転覆が発動するまでの準備が結構大変ですね。まあ、準備が大変といっても結構マスターランクのモンスターは火力が高いので、プラス、やられ系状態異常とか結構打ってくるので、そんなには苦戦しないと思うんですけども、やっぱり準備、わざと食らわないといけないっていうところでは、結構、シビアなところになってくるのかなと。まあ、それもこれもね、不動の装備を着て、毒受けたりとか、敵の攻撃食らったりとかしてれば、勝手に発動していくとは思うんですが、まあ、それはどういう戦いになるのか、ちょっと実践で見ていきましょう。まずはね、わざと毒を食らいます。不動の装備を着てるので、いろいろね、気楽に行けると。さあ、無駄乱舞をしてしまいましたが、ここ気にしないでください。やっぱね、乱舞はあんまり使わない方がいいっちゃいいのかな。さあ、ここで準備はまだ整っていませんが、相手をこう壁にドンして、できる限りダメージは蓄積させていただきましょう。蓄積させて いただきましょう。滑舌が難しいぜ。プレイより滑舌の方が難しい。うん、もうこの中でいい火力出てるね。いや、かなりいい火力出てたぞ、今。108とか出てなかったか ?103 かな。これで、彩花転覆が乗れば、相当な火力出るね。さあ、これ彩花転覆が発動し、力の解放も発動しましたと。あーっと、捕まえられていく。まあまあまあ、たまにはいいでしょう。ビオレウス君のね、好き放題させていますけども、たまにはいいことでしょう。かなり火力出てる。これは強いんではなかろうか。このダメージなかなかいいんじゃないかな。ランブ決めたいね。ちょっと傷ありの状態でランブ決めたい。しかし先行がね、こうマスターランクになってからあんまり効かなくなって、まあリオレウス君たちがね、もう暴れ待ってるよ。何よりもキシャルダウラが相当厄介。あいつはもう流風圧耐性つけていかないとちょっと立ち回りがしんどいくなってきましたよね。さあ、これでどうだろう。先行で落としてもいいんですけども、ここはね、天襲の装撃を。さあ、飛んでる時はクラッチコのチャンスかと思いきや、リオレースあんまりチャンスではない。そして落としていく。さあ、こっからランブ101、強い。これは強い。これ全部回心で出て、一ランブいくらだ。ちょっと編集でね、後で計算しとくわ。相当出てないか、火力。いや、これはこれはこれやばい火力出てる気がする。さあ、ランブもしていき、足に蓄積して転倒になっていく。さあ、この普通常種リオレウスさんがいくら何分で倒れるかもちょっと見ものだね。できるだけ早く倒せば、力の解放をワンターン倒せば相当な火力も、なんていうの、あのあれよね、あれよ。まあでも、もしかしたらね、ここで言うのもなんだけど、力の解放レベル5でもいいかもしんない。レベル7はね、ちょっと盛りすぎてる感はあるね。まあ、回心率70、60% いくとして、それはいいんだけども、
やっぱりもうちょっと恩恵が少ないと。発動までのサイクルが180から160になってる。そこの恩恵はあんまり少ないかなと思いますね。さあさあ、そろそろ相手も弱ってきた頃ではなかろうか。さあさあさあ、いいねいいねいいね。あと俺の腕によって、さあスタミナもしっかり回復していって、うん、ここで最下点とかいろいろ切れてますね。まあただここは一気に攻めていきましょう。お、いい感じいい感じ。もう捕獲できるラインかな。さあちょっと厄介なので先行で落として、そろそろ罠敷いていきたいところ。さあ落とし穴仕掛け、あー捕獲が罠だ。ちょっと落とし穴のところ爪が甘いな。いやでももういけるでしょ。来ましたね。今左下ドクロマークついた。すかさずオッケーフィニッシュ。いやこれは結構早かったんじゃないかな。ちょっとねやっぱり力の解放と最下転覆のサイクルがうまくはいってなかったですけども、結構発動してるときは火力も出てて回収率もほぼ100、まあ、ほぼというか 120% なので、すごく面白い構成になってるのかな。うん、うまく立ち回りができればさらなる火力アップが見込めるというか継続的に見込めるので結構いい感じかもしれません。ぜひ皆様一度作ってみてはいかがでしょうか。ということでご視聴いただき誠にありがとうございました。